今日はボランティアで集まった周南公立大学の学生が準備をしました。丁寧に運んでいるのはメッセンジャーと呼ばれる事件や事故で亡くなった人たちの等身大のパネルです。パネルには彼ら彼女らの顔写真や遺族らのメッセージ、そして足元には当時愛用していた靴が置かれます。命の大切さも一つですし、なんかこうやって生きてるのが当たり前じゃないんだなっていうことをちょっと感じていただいたりとか、でもね、感じることはもう皆さん自由なので。命のメッセージ展は2001年から全国各地で行われていて、防府市の京井和子さんはこの活動が始まった当初から携わっています。京井さんは24年前に飲酒運転の事故で当時4歳の長女を亡くしています。交通事故が多くて、やっぱ注意していかないと、やっぱ急に亡くなっちゃったりするから気をつけないとなって思いました。日々の生活の中で命を失う機会っていうのは多くあるんだなと知りましたし、死の危険性っていうのを隣り合わせだからこそ、今を大切に生きていかなきゃいけないなと思いました。39人のメッセンジャーが命を問いかける命のメッセージ展は明日から3日間周南公立大学で開かれます。今回のメッセージ展でも一人でも多くの方が命の尊さ、大切さを考える機会になればと思います。